僕ら漫才協会っていうところに入ってまして、普段浅草とかでこうホームをスタジアムでこうやってるんですけども、内海桂子師匠っていうのが僕らの師匠なんですよ。86歳で昭和13年から漫才やられてる、もう多分日本でもトップの漫才の今一番長い、ね、で、吉江師匠お亡くなりになりまして、まだ一人なんですけど、もう精力的に舞台に立ってやってるんですよ。で、僕らが師匠に弟子入りしたのが6年前に弟子入りしたんですけども、その時に師匠がいつもですね、持ち時間を守らないんですね。で、大体浅草の寄席って15分で降りてこなきゃいけないんですけど、師匠が最後の取りっていうこともあって、多少は伸びてもいいんですけど、もう40分ぐらいやっちゃう時あるんですよ。すごいんだ。でどころの話じゃない。お客さんとかもやっぱり師匠の話なんで、もう帰りたい人もいるんですけど、その帰れないんですよやっぱり。まあまあね、で師匠もだんだん乗ってきて、まだいいよねみたいな感じでどんどんやっちゃうんですよ。それでこうそれを止めるのは弟子の仕事なんだっていうふうに言われまして、で入った時どうやって止めていいかわからないんですよ。ほんで師匠師匠っつって、袖からもう時間ですっつって、もう全然無視して、もうずっとこう漫談をやり続けるんですよ、三味線弾きながら。でこれどうしたらいいんだろうと思って、であんまりでかい声で言っても他のお客さんに迷惑かけちゃいますからって悩んでたんですよ。だから今桂子師匠ってほとんどそのマネージャーがこう身の回りの世話をやってまして、そのマネージャーっていうのが旦那さんなんですね。師匠何年か前に26歳年下の旦那さんとこう再婚というか結婚しまして、その人がずっと袖にいてこうや指示出したりしてるんですよ。でその人が僕らいた時なくて、でもう初めてその人がいて、で僕らいつも止めれないんですけど、師匠どうやったら持ち時間止めれるんですかって聞いたら、その旦那さんが「あ、そっか、教えてなかったもんね」って言って、じゃあ今から止めてあげるよっつって、で師匠やっぱり40分ぐらいやってるんですよ。そしたらどうやって止めるのかって、袖にあった大きな懐中電灯があるんですけど、これをこう横から顔面にぶち当てて顔にこうガーッと当てるんですよ。で師匠こうやってこんなになるんですよ。ほんでこんなになって、お時間が来たら終わりたいと思います。そんな大師匠がそれでやめる。めくらまし的な。うちの骨拾いがやめろと言ってますので。全然お客さんに分からんより分からすんでもないねや。分からん。お客さんも結構もうここにいきなりライトが当たって明るくなってるんで。僕の家族の話でして、うち4人家族で、父ちゃん母ちゃん姉ちゃん僕なんですけども、で家族で一家団らんしてる時にあだ名の話になったんですよね。でうちの母ちゃんは八重子って名前なんで、八重ちゃんと呼ばれてたと。でうちの父ちゃんはよく小学校時代に鼻水を垂らしてて、ここに跡が残ってるんで線路って呼ばれてたと。でじゃあ姉ちゃんはって聞いたら、姉ちゃんはないって言ってたんですよ。でも今僕姉と二人で今住んでまして、で鍵をなくしてしまいまして、で姉の職場にちょっと姉ちゃんにちょっと鍵借りようと思って行ったんですけど、その時に受付の人に、すいません中村美智香の弟なんですけども、ちょっと姉呼んできてもらっていいですかって言ったら、その受付の人が、あ、わかりました、誰かラリアットさん呼んできて。旦那さん、なんでこんなことしたんですか。うちの姉ちゃんプロレス技で呼ばれてたんですよ。女性やもんね。そうですね。あだ名がラリアットなんですよ。なんか分かんないですけど、男性に似てるとかそういう問題でもない。まあ多分結構太ってるんで、あ、まあそうかもしれないですけど、それにしては最悪なあだ名だな。半生に似てたら半生やもんね。これボルネオ島って言って、すごいジャングルがあるとこにロケ行った話なんですけど、もうすごいんです、野生動物が。もう本当に野生のまま、オラウータンやらトカゲも、日本ではもう見たことないような凶暴なトカゲとかいてて、そこもやっぱり虫がすごいんですよ。ほんでこっちのスタッフの AD が虫よけリングっていう、手にはめたらこれ虫よけになるんでっていうのを全員にこう配ったんです、手首にはめて。それでもこうそのディレクターの人が「ちょっと来い!」ってその AD の子呼んで。はい、てめえ今虫よけリングに虫が止まったじゃねえかっていう、ぐらい日本での虫よけではもうレベルが違う虫、根性ある虫、根性ある虫がその上に本当に止まるような、見たことない虫がおるところで、
でそこは虫もすごいし、まあ、動物もすごいんですけど昼が、うん、山の昼がすごいんです、うん、で あの昼ってやっぱ痛かったら、うん、痛って気づいて血吸う前に取られてしまうから、うん、痛みもなく大量の血を吸うんです、うん、で僕がこう一応シャツで白いシャツでこうジャングルでこのゾウに会いに行くっていうまでこうカメラさんも別に構えないでこうそこまで歩いてたんです、うん、ほんでパッと見たらここにこれぐらいの血だまりができてて昼って知らなかったから俺の枝かなんか刺さったって言ってうわー大変ですねって言ったらどうしましたってこれ見てくださいって痛みはないんです確かにでもそのテンション上がって痛みないんじゃないかなって思ってたんですけどあそれ昼ですわってカメラさんが言うたんですよあマジっすかって開けたら一匹昼がくっついてそっから血が漏れてダーッなってるんですよそれ怖いじゃないですか、はいはい、だからここ背中めくってちょっと背中にもついてないか見てくださいって言ったらそのカメラさんがうわ3匹ついてますよって言われたからほんまですかって撮って撮って撮って言ったらカメラさんがはい言うて昼撮りよったんですよそんなわかるやんプロ根性っていうかまあカメラさんからしたら撮ってはいやでも TPO があるじゃんその時に芸人さんやからその番組でないでしょワイプで昼入る番組なの相当寄ったんでしょうねなんで寄ったんやんってプロ根性です僕はですね、中学高校と野球を、やっていたんですけどもまず中学に入って野球部の練習の初日にですね、うんまあ、全然未経験ですから2年生の、まあ、教育係みたいな人に全員集められて、うんまあ、とにかく1年はとにかく声を出せと、うん、もうお前らの仕事は声を出すことだって言われてでただまあ声を出すって言っても一応野球部には野球部の声の出し方があると、うん、それを今から教えてやるって言われてで野球部のこの声出しっていうのは要はオーウェイっていうことなんですよ。オーウェイってとにかくもうどんな時でももうオーウェイと言えと。で、オーウェイをもうとにかく1年は絶やすなって言われて、もうそこからもう朝から晩までもうずっとオーウェイオーウェイってもう1年は出すんです。まあもちろん 2,3 年生も出すんですけど、やっぱ1年が一番出さなきゃいけないので、でもう声がちっちゃいと怒られるんですよ。もう1年声出せって言われて、オーウェイオーウェイって出して、でもほとんどもうボールも触らせてもらえることなく、まあ1年生の時はもうそれオーウェイだけで終わって、で今度2年生になって新チームになった時にですね。まあ、試合とかにも出れるようになって、うん、隣の中学に遠征に行ったんですね、うん、そしたら隣の中学は声の出し方がちょっと違って、うん、そこの中学はオーウェイじゃなくてオーウェイウェイだったんですよ、うん、であれかっこいいと思ってかっこいい今までちょっとやっぱオーウェイにとらわれててウェイを2個出すっていう発想ちょっとなかったなと思って見えてなかったのオーウェイウェイはちょっとかっこいいなっつって僕らの間でもオーウェイウェイが大流行したんですよ、うん、でもう朝から晩までもうウェイウェイってやってで3年生になってで今度はもうちょっと遠いところの中学に練習試合に行くようになったんですね、うん、だそこ結構強いチームなんですけど、はい、そこはまたオーウェイでもオーウェイウェイでもなくオーウェイワーだったんですねオーウェイワーこれは斬新だと思ってウェイにちょっととらわれててワーを持ってくる発想がちょっとなかったと思ってでそこも強いからそうかっこよく見えるんですよもうそっから僕らのもう学校でもオーウェイは大流行してもうオーウェイはオーウェイはっつってもその伝統もちゃんと伝わっても2年も1年ももうオーウェイはになってで野球部中学を卒業して今度は高校に入ったんですけども高校は隣の市の高校でそこは結構強いところでで1年の部員の数 もう全然もう桁違いなんですね、うん、でとりあえず多分1年に入ったからやっぱ目立たなきゃいけないということで、うん、僕はもうとにかくもう今まで培った応援ワーをもうバンバンに出してもう応援ワーっつってで他の人たちはやっぱちょっとやっぱ戸惑ってるから声出しできてないんです、うん、でもう目立ってやろうと思って応援ワー応援ワーっつってもうずっと言ってたんですね、うん、したら監督に呼ばれたんですよ、うん、ちょっと来いって言ってあっ目立ったんだと思ってで何ですかって言ったらお前何つってんだって言われていや応援ワーって言わせてもらってますっつってそれどういう意味だって言われて意味なんて今まで考えたことなかったからどうしようと思ったけどとりあえずもう何か言わなきゃいけないなと思っていや本当元気出していこうっていう意味で言ってますだじゃあ元気出していこうって言えって言われてそこからもう元気出していこう元気出していこうその日のうちにも元気出していこうに変わったそれが一番やそれだったらそう言えみたいな意味のないことを言うな親父の話で、はい、
ですね、うちの親父は警察官でして、うん、で身長が183センチあって、うん、体重が110キロあるんですよ、うん、もういわゆるもう巨漢なんですね、うん、で僕親父は休みの日よく沼に釣りに連れてってもらってて、うん、でその日も沼に釣りに行ったんですけど、うん、それでその日沼に行ったらその沼のところに暴走族が20人ぐらい溜まってたんですよ、うん、でその暴走族がタバコを吸ってまして、うん、で親父も警察なんで、うん、おい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 つってお前らよお前そんなんつったらバカになっちまうぞおいっつって、うん、したらもうヤンキーなんでなんだてめえこの野郎ってなるじゃないですか、うん、でも親父もそのお前ふざけんなよお前何生きがってんだお前よっつってもう本当にもうバチバチになって、でそのヤンキーの暴走族 あのその一番総長ですか、うん、それがもうやっちまうぞこらって言った瞬間に親父が沼に飛び込んだんですよ、うん、で後で聞いたらその20対1は陸の上じゃ勝てないからそうですで水の中だったら勝てんじゃねえかと思って飛び込んだらしいんですよ。で沼に飛び込んでそのヤンキーにお前らかかってこいって言った瞬間にそのヤンキー20人が全員思いっきり親父に石投げた。そんなつうやが一人ずつ飛び込んでいけ、はい、ずっともこってやめろやめろっつってなんで親父は水の中をホームや思うお来ました。じゃあ、僕は母親の話なんですけども、うんまあ、この仕事やってますと結構その家族がテレビに出るっていうこと多いじゃないですか、うんはいはい、でうちもこれまで母親がテレビに結構6、7回も出てるんですけども、うん、最初の頃はもう母親もテレビでやだ緊張しちゃうみたいな感じだったんですけどだんだんちょっとこう味を締めてきましてですね、うん、もうほんと3回目4回目ぐらいになったらまたテレビ決まったって言ったらもう真っ先にメイクさんつくみたいなそういう質問をねそこまでそれがちょっともうこう天狗素人ながら、うん、でびっくりしたのがそのサインもね、うん、持ってたりとか僕実家が長野なんですけど、うん、長野の商店街行くと、まあ、僕結構こうサイン書いて送ってちょうだいって言われるんで、うん、僕のサインがこう商店街飾ってあったりするんですけどその横に母親のサインも一緒に並んでるんだもう調子乗って書いてるんですね母親がでこれはちょっとさすがにいかんなと思ってた矢先に友達から連絡が来て、うん、お前の母ちゃんすごいことになってるぞと地元で、うん、どうやら勝手に自分でこう仕事をやってると、でちょこれ見てみろっつって、うん、パッて出されたらその地元開催のカブトムシ相撲大会の MC やってたスペシャルゲスト藤森美代カブトム質問大会 MC ガンガン仕事取ってくるって、恥ずかしいですね親がもともと出たいタイプいやそうなんですよね結構ほんと一緒に歩いてても母親がちょっとこう顔を刺されたりとかそんなのもある地元ではぐらいなんですよもうおばさんタレントや地元のちょっとしたはい怖いんですけどねこのまま行くと MC って結構重要ですよカブトムシといえども何するんすかねそれねちょっとまあ早く土俵上がってくれこの前だいぶ前ぐらいからちょっと流れてるコマーシャルの歌があって、うん、でまあ飲み物のコマーシャルなんですけどあちょっとノリのええ歌やなと思って、うん、で CM 中に流れるのが、まあ、英語が流れるんですけど、うん、英語って僕あんまり弱いんですね、うん、で途中に流れるアハンアハンっていうところが、うん、気に入ってでそれを買いに行こうって CD を、うん、で手がかりはアハンアハンしかないないからねで、まあ、とりあえず CD 買いに行って向こうの店員さんに初めコマーシャルのことをずっと言うたんです、うん、こういうコマーシャルでこういうコマーシャルここで分かっていただいたらすぐ買えるなと思って、うん、わーって言ってたんです、はい、でもわーどうも分からないですでどんな感じの歌ですかねって言われたから、まあ、ちょっと恥ずかしいんで、アハンアハンですって言うたんですね、うん、でもね正確に言うたらアハンアハンじゃないんですよ、うん、で店員さんがうーんってなってでもここまで来てアハンアハンって言うたんから本意で言うて見つけないと見つけて帰った方がいいからと思って、うん、あじゃあすいません行かせていただきますって言ってアハンアハンですって言うて店内で言うたんですね、うん、でうーんちょっとまだわからないですねもう他ないんでですかって言うからもう僕英語全くダメなんで雰囲気ですけど「What's your mother three? アハンアハンです」って言うから「What's your mother? いやそこは関係ないんですよ雰囲気ですそう雰囲気なんで「What's your mother?」じゃなくこれは「めっちゃ周りでもいいんです」って「ああもう一回いいですか?」言われてもう一回ですか思って「Not your mother three? アハンアハン」って言うたんですよああ
ちょっとすみません、あの CD 担当呼んできますって言って、お前は何の担当だって聞いてたよ。何って3回も疑わせてで、お前何なんと。ほんで次にまたなんかわけわからん兄ちゃん来て、じゃあでそのね、さっき歌って聴かせてたやつが、じゃあもう一曲みたいな感じで言われたんで、でもしゃあないから、その兄ちゃんにね、店内でですよ、マッチョマールスリーアハンアハンって言ったら、そいつもマッチョマールって言うから、いやそこは関係ないんですよ、それは全く関係ないんですよ。でもう一回いいですかって、ほんでもう分かりました、チェナマールサマー、もうやる気なくなってきて、どうでもいいんですよ、アハンアハンって言ったら、そいつがすいません、ちょっと洋楽担当呼んできますもう一回次の担当、結局変えなかったです、洋楽担当も歌わされましたけど、分からず分からずじまいっていう、うん、今でも分かれんもんねあれは恥だけ書いた10曲近く歌って、そうですね、まあ、漫才協会に入ってるいるんですけども、おなじみ、まあ、いろんなあの芸人さんがいまして、あのビッグボーイズさんっていう芸人さんがいるんですね。で、大体芸歴25年ぐらいやってまして、まあ一応もう師匠って言われてる50歳ぐらいの師匠なんですけども、そのビッグボーイズさんがすごい昔からそのテレビに出たい出たいっていうすごい優秀賞 で最近僕らがその少しエンタの神様とか爆笑レッドカーペットとか出ると必ず電話かかってくるんですよ、うん、どうやったら俺らも出れるんだっつってでネタ見せに行きたいけどどうしたらいいんだっつって、うん、いや僕らに機会の人分かんないんでっつって、うん、でもガンガンそういう電話かかってきてて嫌だなと思ってたんですよ。そしたら最近その本当に出るためにネタを作ったっつって、それがラップなんですね。このラップがあのたまらんぜっていうラップで、そのあのなんとかなんとかたまらんぜ、なんとかなんとかたまらんぜってずっとそれ言うだけのラップなんですよ。でそれもなんか年金生活たまらんぜ、女にモテなくてたまらんぜとかって、別に何にもいいよないひねってもない、ひねってもない、ただたまらんぜっていうだけなんですよ。たまらんぜは言いたいよ。そのなんか音源も自分で打ち込みかなんか作ってて、ツッツッツンツッツッツン、なんとかなんとかたまらんぜって言って、それをなんか始めるときに僕らそれでスタートボタンを押して流さなきゃいけないんですけど、自分たちで作ってきた音源なのになんか途中で合わなくなって、なんか音止めろとかって言われたりとかするんですよ。で、まあ、ある日そのビッグボーイズさんと一緒に仕事する機会がありまして、宣材写真を師匠の写真欲しいんですって言われたら、ホームページから勝手にプリントアウトしてくれって言われたんですよ。じゃあそのホームページなんかあるんだと思って、パソコンで検索したらビッグボーイズのホームページへようこそみたいなとこがあったんで、そのクリックしたんですよ。したら何回クリックしてもこう全然何の反応もないんですよ、うん、それでもうちょっと夜中だったんで、なんだこれと思って、もう寝ようと思ってもう電気消してもう寝てたんですよ、うん、そしたらもう普通にこう寝てて1時間ぐらいだと思うんですけど、寝てたらそのパソコンからツッ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 たまらんぜツッツッツッたまらんぜっつって、なんかファイルが重すぎて1時間ぐらいかかって、立ち上がるまでなんとかなんとかたまらんぜオイエーっつって、すっげえでかい音で流れるんですよ。でもう一気に目が覚めてしまったっていう話なんですけど、かったんや、たまらんぜラップ、見ていただければと思いますんで、いろんな人多いね、いろんな人いますね、すごい面白いな、アグレッシブに、ね、そうだね、前向きな、そうそう、この間暇な時にタレント名鑑を見ていたんですね。ただもう結構いろんなタレントさんのプロフィールが載ってて、でそれでちょっと分かったことがあるんですけど、俳優の渡辺篤さんっていらっしゃるじゃないですか、家を回ったりする、あの渡辺篤さんの身長と体重がですね、リトル清原さんと全く一緒でした全く一緒シルエットがバチンって頭の中でああ分かる分かる短い一緒とお前ちっちゃいですね、全く一緒ね僕昔新大阪っていう大阪のもうところに住んでたんですけど、いつも駅と違う方向ちょっと散歩してみようと思ったら、昼前ぐらいにパン屋さんがあったんですよ。
あ、ここ見たでもなんか雰囲気美味しそうやし、一回入ってみようと。ほんならあのよくあるパン屋さんで、こうトレーに例えばこうフランクロイド、フランクロイドが山積みされてるとか、あのサンドイッチがこう積まれてるとかのとこあって、僕カレーパン好きなんで、カレーパンのそのなんかウインナーロールみたいなのをこう、こうって書いてあるんですよ。食べたらカレーパンめっちゃうまいんですよ。もう外カリカリで中はいい具合にトロッとしてる、僕の中で一番ベスト、もう This is カレーパンのさ、完璧に、もう僕これ多分今まで食ってきたカレーパンの中で一番うまいと思って、テンション上がってこれうんまいで、で当時嫁と同棲したんで、嫁にもここのカレーパンめっちゃうまいわって言って、明日行こうやまたって、明日昼前にって言って行こらーって言って、朝はまた目覚ましかけてないって行ったんですよ。ほんでわーって言って、ほんでこうトレー持ってこうトング、あの掴むやつ持ってパッと見たら、次の日ですよ、今までこうウインナーロールとかそんな山積みされてたとこに、あのコンビニで売ってるランチパックが山積みされてたんです。って言ってここあのランチパックの卵サンドで、ここバタージャムでってなってて、ってなって、なんか僕夢見てるんやと思って、その日は帰ったんですよ。で次の日もう帰ってみようと思って行ったら、長い間ご愛顧ありがとうございます潰れてたんですよ。もう分からないです、そのまだね、店潰れるやったら分かるんですよ、なぜ一回ランチパックを置いてたのか分からないんですよ。王道の道で、はい、これは未だに僕の中で夢なのか、その何があったのか分からないですよ。それ以来そんなうまいカレーパンには出会ってない、出会ってないですそれ以来、なんか4人も奇妙なみたいないやこれ本当にね、ちょっとねアメージングな話ね。僕が中学校、3年の時の話なんですけど、クラスに転校生が来たんです。 S さんって女の子なんですけど、はい、やっぱ転校してきて、その多感な時期なんであんまりクラス馴染めてなかったんですよ、うん、なんか休み時間も女子の中に入るんじゃなしに、なんか椅子に座って動物の絵描いてるみたいな、うさぎとか、うん、でも結構僕だけ女子から呼び捨てに星だとか呼ばれてて、うん、結構男子と女子の中間みたいな感じだったから、うん、なんとかその S さんを仲間に入れたろう思って、休み時間も友達と遊ばんと、うん、ちょっと俺 S と喋るしって言って男の友達誘い断って、休み時間もその書いてる前にこう椅子出して座って、うん、わあめっちゃうまいなこのウサギの絵とか話しかけてたの、うん、それでもやっぱり乗ってこないんですよ、別に、ああありがとうございますみたいな感じで、で何回か結構休み時間ごとにをもう5日間ぐらい続けてたんですよ、うん、まあそのうちなんか女子とかとも遊ぶようになったから、俺ももう大丈夫やって思ってたんですよ、うん、で僕クラブに井川くんっていうのと谷手くんっていうのと3人僕で仲良かったんです、うん、でクラブ終わって教室に着替えがあったんで、取りに帰ろうと、着替えに帰ろうって思ってクラブ終わって行ってたら、女の子2人が泣きながら飛び出してきたんですよ、うん、あー押しだー言ってボーンぶつかってきて、どうしてんって言ったら、その S さんとその女の子2人でこっくりさんをやってたと、うん、ほんなん S さんがおかしくなっちゃったみたいな感じで、いやいやいやマジかって言って教室入ったら、マジなんですけど、もうその S のおとなしい顔じゃないの、目つり上がって、ほんで机から机をカーンって言って飛び回ってるの、怖っ。ほんで俺らもう怖かったけど、どうして S とか言って近寄って、男3人でそんなおとなしい声の押さえても、うわーってこっから青みたいなの浮いて、で確かにあの野良犬の匂いみたいな獣の匂いがするわけ。ほんで俺もそんなんほんまにあるんやって思って、もう机とか引き倒しまくって、何回もトライして、男3人で運動部やってる3人が伊賀君と谷君と押さえても、うわー言うて振りほどかれんのよ。ほんでもうどうしたらいいか分からへんから、もう教室の隅でこう集まってたの、もうどうする、先生呼んでこいって呼びに行った時、なんか襲いかかってきた、怖いやんけとか言いながら、ほんならその S さんが黒板の前にダダーって走っていって、チョークガーッとって「伊賀はもうすぐ死ぬ」って書けようとして、伊賀見て、ほんでもううわっとかも声出へんの、もう伊賀はもう何とも言われん、俺らももうかけてあげる言葉もなくて、ほんならバッてこの谷手君見て「谷手もうすぐ死ぬ」って書いて、で完全にこれ抑えに来た男を恨んどんねやって、伊賀君と谷手君来たら絶対次俺やんってもう覚悟したのよ。ほんなら俺見て「星だ
死ねって書いてあるあれ S さん S さんあれなんで俺は希望やんみたいな感情はそうほんなん S さんブゼーって実心みたいなのしてほんでそっから先生呼びに行って先生と S さん二人きり話してで後日やっぱお祓い行かなあかんとその時におったやつお祓いに連れて行く、うん、で谷手君と井川君とその女の子二人とその S さんを先生連れてお祓い行く、うんうん、先生僕もおったよって言ったら、うん、あの星田はなあの S ともうちょっと話す時間が必要やみたいな感じになって、うんうんS さんと先生と俺でなんかピクニックみたいなの行かされてでよう聞いたらもう2人目書いた時にもう取れてたけど S さん曰く流れで書かなあかんって思ってで休み時間絵書いてるのを問い面からうまいなとかちょこちょこ言うてくる俺がものすごい鬱陶しかったらね親切やん親切やん裏面で優しいそうあで死ねやねどう俺お祓いなしピクニック行ってS さんと話しさせる親睦親睦深めなお互い分からなあかんショックだなそれはじゃあ、 今ですね僕オンラインゲームにちょっとハマっておりましてあれ何がすごいってもう要するに家のテレビで世界中のプレイヤーともうオンラインで戦うことができるんですねでさらにすごいのがこれヘッドセットっていうのがあって、うん、それをつけるともう会話をしながらゲームが楽しめるんですよでまあこういつ何時でもこう世界中の人と対戦できる、うん、ですけども、まあ、大体でも言ったらこうメールアドレスじゃないですけども、うん、そういうのがあってアドレス交換した人たち同士でこう、まあ、いつもじゃあ何時頃ここ集まろうねっていう、うん、ちょっとそういうコミュニティみたいなのを作っといてでそこでこうみんなでやるっていうのがまあ大体そうなんですよで僕は結構嬉しいのが芸能人でやってる人が多くて今一緒によくやってるのケミストリーのあの2人だったりとかあとまあ自分の知り合いの放送作家さんとか芸人の先輩とか結構多いんですよでまあ割と匿名性もあるんで顔もわからないしですごい楽しいんですよねネット上だからそのドーチンさんとかも正直結構テンションが上がってでまあ本名で言うと問題あるんで僕オリエンタルラジオオリさんって呼ばれてるんですよで僕ドーチンさんなんでドゥーチンさんちょっとごまかしながらで僕が入ると向こうは入ったっていうの分かるんですよオンライン上に入りましたってしたらもうカチャッとこうドーチンさんとつながってオリさん今日も来ちゃいましたねみたいな感じですごいテンションがねドーチンさん上がるんですよあドーチンさんそんな喋り方すんだっていうぐらいでまあ、大体みんなでそうやって集まってやるんですけどシステムは面白くてでまあ僕の場合は例えばですけど今オリエンタルっていう名前があってその横にどこの国の人か分かるように国旗が出るんですよ、うん、なるほどでまあドーチンさんも本当はそうじゃないですけどドーチンってあって日本の国旗、うん、で大体まあいつも知ってるメンバー同士でやるんでバーってやって日本の国旗がダーッとやってるんですよでも本当に楽しくて夜中中僕ら毎日やってもう幸せな空間なんですよ正直それがある時ねそのちょっと幸せのね楽園をちょっと脅かすやつがいましていつものようにみんなのコミュニティでやってたら急にブワンってプレイヤーが入ってきてでパッて見たらスウェーデンの国旗でで名前がヨークって出てるんですよでうわなんかちょっといつも見ない人来ましたねみたいな話をしながらプレイしてたらこのヘッドセットからオリさん逃げてみたいな感じでその遠くで戦ってる画面上に見えてないとこでドーチンさんとかの声が聞こえるんですよやばいやばいこいつはみたいな感じででどんどんプレイヤーが消えてくるんですよそのやられていくんや次々にヨークにやられてくるんですよやばいやばいやばい逃げて逃げてみたいな感じになってでもあっという間にみんな殺しにされるんですよでうわあいつ何だったんすかねみたいなあ殺されて僕ももうでゲームオーバーになってそいつが勝ってすごい強いやつにいたでもちょっとみんなトラウマになってたんですよで翌日またいつものようにみんなでやってたんですよでやってたらまたブオンってやつが入ってきてでその日はマイクがそいつオンになってたんですよ昨日はオフだったんですけど、こいつオンになって、ちょっと待ってください、これオンになってますよみたいな感じだったんで、そうするともう世界海外でも伝わるんですよ。でちょっと昨日のもあったんで、僕らもカモンカモンみたいな感じでこうみんなで苛立ってるんですよね。したらジジジジジジって言って、ちょっとヨークがなんか喋りますよって、そいつがパッて言ったのが、ヘイヘイヘイ、ヤマト魂って、ダダダダダってまた一気にみんな殺された。
大和魂また日本人みんなパパパパパパでスウェーデン人の役またどっかフン声聞こえるわ怖い、どこで覚えた日本語か分かんないですけど、もうでそういうねあの情報交換の場みたいなのがあるんですけど、うん、そう各地で日本の各地で大和魂野郎がまた現れた決め台詞なんです。もうすごい有名な、うん、レベルがめちゃくちゃ上なんですよ。へー、あったんでしょうね。怖いな。楽園がもう一瞬で地獄になる。仲良く喋ってたもんね。仲良くやってんのに。重鎮言うてたもんね。重鎮さんっつってやってんのに。コージー富田さんの話なんですけど、昔から結構コージー富田さんと僕あの仲良くて、あのよく飲みに連れてってくれるんですね。で結構あのすごく酔っ払う人なんですよ。酒癖があんま良くなくて、でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木のまああんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ。そしたらあのこう2人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あもうちょっとめんどくせえなみたいなちょっと思っちゃいけないですけど思ってたんですよ。そしたらパッて横見たらあの向こうで見たことある人がこう座ってるんですね、2人で。でパッて見たらあの今オリックスの、まあ、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ。で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ。そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、そしたら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。そしたらどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 つって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二さん話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原もあれあいつモノマネの浩二じゃないかみたいな感じになって、でウォー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 つって清原さんどんどん近づいてきたんですよ。こっちにうわ清原清原、俺ももうめちゃくちゃテンション上がってうわ清原だと思って、そしたら浩二さんにこうやって清原こうやってポンポンってしたら浩二さんがうわうわつって本当に知らなかったみたいで、本当に知らなかったみたいでなんだこの人みたいな感じで、たまたまトンボを歌っただけだった。偶然トンボを歌っただけだった。清原さんはサービスで歌ってくれてるやつで、でコージーみたいな感じで来たんですけど、清原ふうだふうだみたいな感じで、なんだこいつみたいな感じで。確かに知らない人からしたら怖いか。で清原がなんだこいつみたいな感じで向こう行って、そのまま店帰っちゃったんですよ。なんだよお前と思って。せっかく仲良くなれると思って。本当に知らなかったんだ。本当に知らないですよ。僕の地元にですね、伝説のヤンキー長嶋さんっていう人がいまして、この人がもうめちゃめちゃ悪で、もう某漫画のそのヤンキー漫画の、そのモデルになった、かなりの、はい、高校の番長だったんですね。で僕その長嶋さんとすごい仲良くさせてもらってて、それは僕はもう家がすごい近所なんで、中学校時代とかも毎日のようにこう送り迎えしてたんですよ。でもちょっと長嶋さんちょっとちょっとおかしい人で、もうむちゃくちゃなんで、その今日はちょっと犬を学校に連れて行きたいんだけども、ちょっといいかなみたいな感じで、で僕らも怖いんで、ああ全然いいっすよっつって、長嶋さん自分の犬を学校に連れてって、その校庭をずっとこの 400m のトラックを散歩させてるだけとか、授業も出ないで、ちょっとなんだかよく分かんない人なんですよ。で僕サッカー部が一緒で、で長嶋さんめちゃめちゃサッカーうまいんですけど、ルールを全く知らないんで、ピーって試合始まった瞬間に相手ゴールキーパーの前行っちゃうんですよ。で
でパス出せパス出せ言うんですけど、オフサイズなんでもう絶対出さないんですよ、はい、けど出せよなんだよこの野郎みたいなの消えるんですけど、僕らも出せなくて、でも唯一長嶋さんがコーナーキックがあるって、その時だけチャンスなんですよ長嶋さん、オフサイドにならないんで、でバーンって上がった時に長嶋さんがオーバーヘッドで入れたんですよね。でその時もうテンション上がってみんなでうわ長嶋さん長嶋さんってみんなになって、そしたらもう長嶋さんのテンション上がっちゃって、当時やってたあのカズダンスですか、それをずーっとこうやって踊ってたんですよ。でまだピーってやって、まあ、次のホイッスル始まって試合やってるんですけど、長嶋さんずーっと踊ってるんですよ。で5分ぐらいもずーっと踊ってて、そしたら先生がもういい加減切れて、お長嶋って交代だよっつって、で僕と交代だったんですよ。でこう僕が出る時に長嶋さんが、お前も試合入ったら、うん、あのちょっとカズダンスを踊れって、うん、指令が来ました、うん、はいはい、で僕もちょっと怖いんでやっぱ断れないんで、うん、僕も入った瞬間にずっとカズダンスを踊ってたんですよ、うん、そしたらもうすぐ1分ぐらいであの交代させられたんですよ、うん、で長嶋さんにすいませんちょっと交代させられちゃいましたっつって、で長嶋さんがお前さなんで交代させられたか分かるって言われて、それはもう入って瞬間にカズダンスしたらもう絶対それはダメだよ、けど長嶋さんはお前のカズダンス下手すぎんだよっつってちょっとお前カズダンスそこで踊れっつって、で僕ベンチの子一人でずっと試合聞いてたからカズダンスそしたら長嶋さんがお前ちょっと目障りだお前よっつってお前もうちょっと相手ゴールキーパーの後ろでやってこいっつって、ではいっつって相手後ろのゴールキーパーのとこ行ってずっと僕カズダンスやってたらピーって音が聞こえて、主審が僕のとこ来てイエローカード出したつまりね初の打算方です僕試合出てないのにイエローカードもグランドないじゃないもん、ね、そうです、はい、いいな長嶋さん、伝説の長嶋さん、怖いわめちゃめちゃ怖いです、ちょっとマッサージ屋さんの話なんですけど、結構一時期ちょっとマッサージに生意気ながらこうハマってた時期がありまして、で僕は毎回まあいろんなところに行ってこういろんなマッサージを楽しもうということで違うお店に行ってたんですけど、大体マッサージ店って行ったらこう自分のパンツ以外を全部脱いで、でお店にある T シャツとズボンをこう履いてみたいな、そういうシステムなんですけど、僕がその時たまたま入った台湾式のマッサージだったんですけども、そこは入ってから気づいたんですけど足専用のマッサージ屋さんだったんですよ。で僕はでもいつもの感覚だったんで下をズボン脱いで、で上もこう脱いだしたら、そのついてくれた若い、ね、台湾の女性がケケケケって笑うんですよ、何してるのっつって、ここ足専用上脱いじゃダメダメみたいな感じでものすごいキラッキラキラッキラ笑ってくれるんですよ。でもずっとそこからあそうですかすいませんっつってやるんですけど、それがもう尾を引いてずっと笑ってるんですよ、だまあ正直悪い気はしないですよね、ちょっと受けてるなと、これ今受けてると、でやってる最中に僕チラッとこうまた脱ぐそぶりしたら、すっごい喜んでくるんですよ、で僕ももう拍車かかるようにやって、もう最終的にこうだん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 こう上がっていって、でパッてこう脱いだらもうヤーってもう大笑いするの、うんね、でバーンって上脱いでヤーってなったら、シャッてカーテン開いて男の先生が入ってきて僕の首ガーンって掴んで、お客さんうちそれ禁止って言って僕が変なプレーを強要してると思った。なるほどなるほど、ね、もうパンツ一丁になって女性が悲鳴上げるもんだから、うん、なんかを強要させてんじゃん、パンツ一枚で廊下引きずり出された。新幹線最近よく乗ることが増えたんですけど、横にね座る人によってこう旅が快適かどうかっていうのが本当にありまして、でも鬱陶しい人とかはもうまず僕嫌いなのはガツンって座るやつ嫌いなんです。寝ててもゴツンってなるのがもう腹立ったりとか、あと弁当を食べてハンドを見ててもこの人と合わんなって横目で見ながらね、もうなんかパッと開けてもうエビフライとかハンバーグとかいっぱい入ってるのに、初めなんかトマトかから食うやつおるんですよ。絶対俺と会えへんわ、順序おかしいやろと。ほんでわーって食べて、めっちゃ時間かけて食べてね、でほっと見てごちそうさまでしたみたいなのやって、なんかエビフライまんま残ってるんですよ。絶対友達になれへんわ思って、で おい閉めてね舌の中入れるんですよ。考えられないんですよ、僕なんかエビフライから行くタイプやのに、エビフライ残して舌入れるって俺下に犬でもこう出んのかなと思って見たりとかする時があるんですよ。で横におる人ってほんとに重要やなと思って、この前朝早い時にもう寝てたんです、もう僕新幹線で窓側で、ほんだね案の定寝てたらゴチンって座ってきやったんです。鬱陶しいなぁ思って、でチラッて見たらおっさんなんです。で一人で喋ってるんですよ、もう「あ眠たいわ眠たいわ」言うて、
アイスクリーン食べたいわー言うて、アイスクリーン、アイスクリーム売ってんのかなみたいな、うん、でまあ今午前中ぐらいやったんで、まあアイスクリームをね、うん、売りに行きはったんです、うん、で僕はもう目つぶってるから声しか聞こえないんですよ、うん、でね、アイスクリームは一回お姉ちゃんっていうのがもうずっと聞こえるんですよ、 うるさいな、あ、かあ、どうも、一個ちょうだい、うん、俺アイスクリーン好きやねんって、うるさいなあれ、あの、すいません、あのバニラと抹茶がありますけど、うん、バニチャってもう焦ってわけわからんうるさいわー、もうでもであの、バニラか抹茶なんですけど、あ、バニラね、260円になりますって言って高って言うんですよ、うっといわー、うん、そんなすんの、はい、ええわって言ったんですよ、そんだけ楽しみにしてたんですよ、アイスクリームええわ言ってたんでね、でアイスクリームのお姉さんの声が遠のいていくんですよ、アイスクリーム、アイスクリームは、アイスクリームは、はい、もうね、もったいのに、ほんでずっと横でうわー高ー言って200円やったのに、こう200円やったらこうたのに、うわめっちゃ高いわもうって、もうずっと言うてるから、うん、もうちょっと睨んだろうかな、うん、マジやったらちょうるさいねって切れたろうかな思って、うん、もうって言うから、もう目開けてパッて見たら、おっさん100円玉に目に乗せて寝てたんですちょっと笑ってもんじゃん、注意的にもう用意してきっちりお前200円しか持ってないんだアイスクリーム代用びっくりしました、まあ、自分が弱い話っていうかあれなんですけど、いつもね、仕事で新大阪行ったらなんか少年っていうか結構大人なんですけど、なんか待ってるんですよ、サイン帳みたいなのがあって、それをだから僕を待ってるんじゃなしに、誰でもそのね、新大阪駅からタクシー乗るとこの通りで待ってて、誰でもこう「すいません、サインしてください」って「あのファンなんです」とか、まあ別にファンじゃないやろな思ってもこうやってあげるんですよ。それ夏休みに僕新大阪行った時に、そのとこに子供がおったんですよ、うん、普通小学生の男の子がおって、うん、でその普通の大学ノートなんです、うん、新品の、うん、でサイン、おじさんサインくださいって言うところ、ええよって開けた時に、すごいこれ普通のノートやんって、別に会話のね、うん、だから普通のノートやんって言ったら、うん、青年それデスノートやでって言いよったんですよ、うん、ね、そんなでも本物なわけないし、でも前に誰もサインしてへんから本物やった時は万が一そんなノリショどっか拾ってとかで、子供の目をチラって見てもそのどっちにも取れる笑顔で言うてる感じの話、それデスノートでみたいな感じで、うん、俺を見てないんですよ、俺の手元をじっとこう見てる感じの子やから、ほんでなんか自分の中でそっちの方が大きくなってきて、これ本物やったらやばいなって嫁もできてあれやし、でもこれデスノートやったらいらんわ、サインしたれへんわっていうタイミングも一してるから、で今更デスノートやったらサインせえへんって言うたらなんか弱い、おっしゃ弱ビビリやって思われても嫌やから、サインは断られへんと思って、今までないくらいサイン崩して書いたってもうほっしゃんってわからんよ、怖かった、今後ないくらいもめっちゃ崩してくれた、万が一の万が一がある、万が一もないで、いやでも読み取れる意味で、うーん、まあ大人げないなって思ったんですけどね。後輩でね、レーザーラモン RG って言ってるんですよ、もうちょっと天然というよりもちょっと人間的にちょっとおかしいやつで、例えば中学生の頃にセガサターンってあったじゃないですか、ずっとなんかゲームするときにそのセガサターンのコントローラーを逆に持ってずっとプレーしてたりとか、そう気づかんとやってたり、野球、草野球チームやってて入りたいって言ってる、ほんなら大リーグ好きなのでぜひとも草野球やりたいって僕のチームにも入ってきたりとかしてるんですけど、全然ルールを知らなくて、ほんまにベタにフライで走ったりとか、一塁へヘッドスライディングしたいのに足からスライディングするようなやつなんですよ。そんなちょっと変なやつで、でそれである時その梅田花月で芝居をすることになって、でひょんなことが RG がツッコミをする役になったんですよ。ほんなら実際愛媛県出身で
愛媛なまりがあると、うん、で大阪の舞台ってあの関西弁じゃないとお客さんって笑ってくれないところがあって、でこのままだったらその RG のツッコミの部分っていうのがあのダメやから関西弁のツッコミ練習しようかって言って、もう全員メンバーあとその野生爆弾っていうやつとかあの他に後藤秀樹っていうやつとかで一緒にみんなでやろうかって言って、なんでやねんなんでやねん、いや違うねんって言って、その方言やったらおかしいよって言ったら、あの RG がもう僕無理ですわって言って、もうダメですもうできませんって言ったら、その本を書いた作家の森っていうやつが出て、アホかお前って言って、今な支配人から芝居の時間が長いから削れって言われてんねん、ほんなら今な削るとなったお前のこの RG のお前のツッコミの部分しか削るとこがないねんって、でも俺嫌やねん、俺生まれて初めてみんなのために書いた芝居やねん、全員にいいところを美味しいところ与えてんねん、俺削りたないねん、だから俺支配人に思ってんねん、これもう削るなんて嫌ですって言って、だからお前が頑張らな、うん、このお前出番なくなんねんて、うん、って言うて、うん、森が、はい、初めてその森が怒って、うん、そしたら RG が森に向かって、まあまあ森さん、お気を確かにって言ったんですよ、うん、もうしてるでしょ鼻の立つもうどうかしてる